はい、こんにちは、トールです。いつもは無職転生の毎週の感想や考察っていうのをアニメ視聴者視点で共有させていただいてるんですけど、前回16話の動画を出した後にですね、16話自体に対してのですね、感想とか考察なんかをね、非常にたくさんいただきまして、ちょっと皆さんのね、意見とかをまとめ振り返った上でですね、ちょっと再考察してね、16話についての描写をね、深めておくと、17話をこう挑む時にですね、より楽しめるようになるんじゃないかなというふうに思いましたので、そんな感じの、動画を出させていただきました。すなわち、自分的にはやっぱりこう魔力災害による、2人とも被害者だよねっていう、そういう感じの動画での、意見だったんですけど、再度ね、皆さんの意見聞いた後にですね、見返した時に、じゃあ、悪かったのは何なんだろうっていうところを見ていくとですね、ちょっとこの作品全体としての、考え方が深まるんじゃないかなと、思いましたので、その辺出しておこうと思います。で、タイムスタンプね、作っておきますので、手っ取り早く、答えを聞きたい人はですね、飛んでいただくみたいな感じのことをしていただければいいかなと思います。あまりね、まとまった話をね、端的に話すのはね、得意じゃないので、よろしくお願いします。はい。とにかくね、すごくご意見いただきましたので、実験的な、動画を出させていただきました。で、早速脱線はするんですけど、僕のチャンネルって、こう、サムネとかタイトルであんまりこう、あからさまなストーリーが分かってしまわないように、しているわけですよね。だから今回16話で言うと、焦燥したパウロの画像なんかは、サムネで使わないようには、していたわけなんですけど、まだ見てない人はね、それだけで分かってしまうところがありますが、でもそういう構造ってこう YouTube 的にはなかなかね、伸びにくい動画なんですけど、それでもね、100件以上その結構熱かったり深かったり、いうコメントをね、いただきまして、こういうのをまたしていただけるっていうのはやっぱり普段から高評価いただいたり、最後まで見ていただいたり、コメントいただいている、皆さんのおかげだなということに、思ってですね、改めてありがとうございます。よければね、無職転生は、最終回まで見ていきたいと思ってますので、チャンネル登録か、もしくは、再生リストを作ってますので、そちらをですね、保存してですね、追ってきていただけると、一緒に楽しんでいけるんじゃないかなと思いますので、よろしくお願いします。はい、では早速ね、追っていこうと思うんですが、皆さんのね、ご意見含めてなんですが、まずは16話のあらすじさらっとね、振り返っておきます。ホームページからね、あらすじ、ルーデウスたちはミリス新生国の首都ミリションにたどり着く。資金集めのためしばらく滞在することに決めたルーデウスが街を散策していると、子供がさらわれている現場に出くわしてしまう。子供を助けようと、後をつけたルーデウスは人さらいの一味と戦闘になってしまうが、そこには、ルーデウスのよく知る人物が関わっていたのだっていう、そういう話にはなってくるんですけど、街を散策してるわけじゃないんで、若干このホームページのストーリー、微妙に違うような気はするんですけど、細かいことはね、どうでもいいですね。はい。どういうものやったかっていうと、ようやくですよ、本当にようやく人族の領域に、たどり着いて到着したという形になります。で、この後に、ルーデウスはようやく手紙を出すことができるよっていうところで、手紙を出そうとしてたんだけど、窓から人さらいを目撃してしまってね、追いかけていきます。ここはデッドエンドの、活動としてね、ちゃんとずっとねやり続けている、ルーデウスの、誠実さが見えますよね。はい。で、ただそこでですね、パウロと再会してしまうわけですよ、ノルもそうなんですけど。で、これが、望んでいた再会の仕方にはならなかったという、そういう形だと思います。ルディはですね、一応自分のこれまでのあらましを報告するんだけどですね、逆に煽られてしまうわけですね。はい。なんでこんなに強く当たるんだろうっていうところで、ルディは反発しますが、そこでですね、自分が、巻き込まれていた魔力災害がかなり大規模だったことを知ってですね、事態が深刻であるところをようやく認識するという、そういう形のストーリーに、なっています。はい。ここでのやっぱりね、そのルディの思っていた部分と実際の世界のね、状況っていうのが全然違ったところが突然ね、ルディに降ってきてですね、ルディの視界がぼやけてくるような、そういう描写がなかなか印象的ではありました。特に、ノルンがですね、お父さんをいじめないでって、言ってしまったところはルーデウスにとってはかなり辛い、そういう話になっていたというふうに思われます。一旦戻ってですね、ルーデウスが落ち込んでるのをエリスが慰めるという、そういう形にはなったんだけど、でも本当は支え合わなきゃいけない一番最小単位って家族なので、そういう意味ではね、次回どうなるのかと、そういう話で、よかったんじゃないかなというふうに思います。
でですね、皆さんの、いろんなコメントいただいてですね、ちょっとね原作の視点は僕は入れずに見てるので、原作視点が入っているコメントに関してはうまく、扱えないんですけど、それぞれね、皆さんのルディに対して思ったこととかパロに対してね、考えたことなんかを、ちょっとねまとめてみましたので、はい、見ていこうと思います。ルディについてはですね、やっぱりですね、その我々はまあワンクールはルディのことをずっと見守ってきたわけですよ。で、特にその冒険をルディと一緒に、まあ、冒険してきたような気持ちで無職転生見てきたので、はい、だからこそそのルディが認めてもらえないことに対するね思いとか悔しさっていうのを、ひっしりと、感じてる人がやっぱり多かったと思いますね。これはもうまさにその通りというか最ものことだと思いますし、僕も動画でね、話していたことだと思います。特にですね、まあ、大陸の中における冒険っていうのは結構壮絶で、命の危険みたいなのもあったりだとか、何度もピンチにね、遭遇するっていう、そういう形がありましたので、この辺りをやっぱりそのパウロには組んで欲しかった気持ちあるし、それをやっぱりバカにされた、ね、冒険ごっこみたいに言われたことに対してはね、嫌な気分を感じる人がいたのも、最ものことなんじゃないかなというふうには思いました。で、結構いろんな方がですね、いろんな考察をされていたわけですよ。アニメ視点でもだいぶ考察できるんですね。すなわちルディがまあいろんなギルドにね立ち寄ってはいるんだけど、パウロの情報をね、引っ張ってこれなかった、ルディ側の盲点もあるんだけど、それぞれの事情みたいなものもですね、各地点におけるニアミスをね考察している方なんかもいて、これが非常にね、面白かったですね。はい、まあそのザントポートでしたっけ、まあ一番近い、つまりマタイ陸から、ミディス大陸に渡ってきた時の港が、ね、ザントポートだと思うんですけど、他でも一応ルディが情報を仕入れる、ね、ポジションっていうのはたくさんあったんだけど、まあ、デッドエンドとして活動していたっていうところも含めてですね、いろんな状況で、情報が入ってこなかったという、ね、形にはなっています。で、この辺りの部分が分かるからこ そ, その視聴者的にはね、やっぱりねルディの気持ち分かっちゃうんですよね。やっぱり理不尽に思う、そういうところはあったと思います。で、盲点としてはやっぱり災害の中心部にいたっていうところですよね。はい、まあ目の前でその転移が起きてしまったので、本当にその規模がどれぐらいか想像できないわけですよね。まさかそんなパウロたちのところまで影響が及んでるとはね考えつかなかっても無理はないでしょう。これまたパウロたちの視点から見ると、遠い方からこう空が異変が起きだして、どん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 多分迫ってきたんだと思うんですよね。転移災害みたいなやつで、パウロ的にもそういう認識でいたんやろうから、ルディもある程度想像できるだと思ってたんですけど、多分ルディだってその異変のまさに爆心地というか中心部にいたので、この辺はまさに盲点と言えるでしょう。人神の説明のね、仕方も含めてですね、ややですね、そういったところではしょうがないっていうね、形にはなります。あくまでもやはり今回の話っていうのは、ルディの視点で描かれていますからね。そしてまあ特に辛かったのがやっぱり宿に戻ってきてからですよね。はい、視界がぼやけて宿に戻ってきたルディではあるんだけど、はい、まず、今回書こうとしていた手紙が、くしゃくしゃになって足元に転がっています。これは何回も何回もこのねくしゃっとなった手紙が写ってるんですよね。ここでまあその手紙がくしゃっとなっているところから、まあ、察することができるっていう形にはなってきます。例えばまあルイジェルトとかだったら、全然ね、何も分からずに戻ってきたとしてもですね、まあ大体そういうことがね察することができるんじゃないかなというふうには思われますね。だってルディは今日は手紙を書きますって言ってましたからね。はい、そんなところを含めて、なかなかに辛い描写が続き、ルディは嘔吐してしまいます。特にまあ自分の苦手な、ね、自分がいじめられっ子だったところからですね、自分がいじめっ子のような、目で見られてしまったところ、含めてですね、実際に魔力災害の規模みたいなものの現実の厳しさみたいなのが突然叩きつけられる形に、なるわけですよね。はい、ルディにとっては今までなかったタイプの、苦しさだったというふうに思われます。
結果的にルディは嘔吐してしまいます。で、特にね、何が痛々しくてしんどいかっていうと、これですよね。ここはあのコメントでもありましたけど、そのモノローグなんですよね。基本的には無職転生ってルディのモノローグと、まあ心の声ですか、前世の男の声ですかね、とルディが実際に喋ってる声のね、2つで、行われるんだけど、ルディが内心で思ってることは、まあ男の声でね聞こえてくるんだけど、宿に戻ってからはね、パウロと仲直りしようとかですね、大丈夫みたいなことをルディの声では言ってるんだけど、モノローグは一切流れないんですよね。だからその内心の状態と、ね、実際に発してる言葉のね、ギャップっていうのがめちゃくちゃ強く生きてくるんですよね。特に、前半のおちゃらけてる内心モノローグとね、対比されると、ここがズシンと、響いてくる部分の演出もすごかったなというふうに思いました。ここはねやっぱりね見ていて辛かったですよね。そして、その支えてくれる仲間がルディにとっては救いだったよという、そういう形だと思います。そんなわけで、基本的には今回もルディの視点の物語だったから、ルディには共感しやすかった。で、マタイ陸から冒険を追ってきたからですね、振り返りながらですね、どういったことが起きていたのかっていうのをいろいろとね、推理しやすかったと思います。そして、仲間が支えてくれてよかったんだけど、本当はもっと支え合わなきゃいけなかった家族とすれ違ってしまったっていうところが、やっぱり見ていて辛く思える部分になっていたかなというふうに思いました。はい、ルディのやっぱりおちゃらけてた部分なんかを指摘する声もあったんですけど、同情してしまう、気持ちを重ねてしまうっていう声が非常に多かったかなというふうに思います。はい、そんなわけですね、次はねパウロです。はい、パウロに関してはですね、言ったら今回はパウロが内心でどう思っていたかっていうのは描かれなかったわけですよ。はい、でだからですね、だからこそ、すごくパウロに関する考察の方が多かったんですよね。描かれなかった、見えなかった部分、その分考察が多かったっていう形にもなると思うんですけど、やはりね深い考察が多くて、このたくさんのパウロのその事情に対する考察がいっぱいコメントされてる時点で、なんか自分は視聴者に恵まれてるなというふうに思いましたね。はい、そんなわけで、見ていこうと思いますが、やっぱりパウロに対する印象は悪いんですよ。これはルディ視点だからこそっていうところで、パウロに理不尽さを感じさせるような演出で、アニメは今回は作られていました。どういうことかっていうと、その子供に対する態度としてまずはどうなのって、これはさすがにその近くにいたお姉さんすら、指摘する部分には、なっていましたので、はい、問題ないというかね、その通りで、いいと思います。はい、そこまでね子供に対して言うことないじゃない、親が子供に対して声かけるセリフとしてそれはどうなんだっていうね、そういう気持ちは非常に出てきます。当事者であるルディにとってはね、特にその辺は、響いてくる部分だと思いますね。はい、どんなに辛い、自分がね、辛かったとしてもですね、親として子供にかける、言葉としてどうなんだろう。さらにですね、飲んだくれパウロさんだったっていうところでね、はい、お酒を飲んだくれていたっていうね、そういう部分でですね、偉そうなこと言われてしまっても、そこにはやっぱり共感しきれないよっていう声は、非常に多かったというふうに思います。はい、基本的にはね、そういう部分が態度としてのね、パウロの行動に関しては、なかなか気持ちを重ねるのは難しい、部分にはなっていました。ただですね、過度な期待というか、言ったらルディに対する、ね、過度な期待こそが、今回のパウロにとっての当てが外れての失望みたいなものにつながってきたんだとは思うんですけど、はい、ここはねやっぱり結構読み取れるよっていう人が非常に多かったですね。特に、3話の描写からですね、パウロがルディのことを高く買っていること、伝言版の描写からもね、しっかりと書かれていましたので、その分失望と、そしてですね、苛立ちっていうところにね、気持ちを重ねられた方は結構多かったというふうに思います。またのコメントの方また皆さんもチェックしていただいたらと思うんですが、この辺がねなかなかにね重くのしかかっていたところだと思いました。で、魔力災害に対する、認識もね、全然違うわけですよ。なんだか空の様子がおかしいなとか、最近魔物がたくさん出てくるよなみたいな感じの話を、すでにしていたパウロにとってはですね、やはりルディとの認識が、違ってくる、ルディは全然違う認識をしてるかもしれないというところまでは思い至らなかったんだろうというところが、よくわかりましたね。はい、
そんなわけで、まあ、災害に対する認識に関してはもうしょうがないかもしれないっていうところは、結構、今あの声としてはねありました。あとまあ個人的にそのあこれもなんかやっぱりいい視聴者というかそのすごいな皆さんっていう感じなんですけど、そのあまりパウロ株の変動というか、まあパウロ自身の印象のね、落差でパウロ株みたいな言葉がですね、一部ではこうね楽しく使われてるんですけど、あんまりパウロ株の変動はなかったですよっていうような声がねよくありまして、むしろまあパウロが裏側でしんどかったっていうところまでをね拾ってる方もすごく多くて、なかなかすごいなと思っては見ていました。はい、そんな感じでまあその言ったらシルフィーのことを心配して、まあ自分の母親のことを心配しなかったのに対して、苛立ってしまう、ルディにしてみればですね、家族のことはパウロが守ってくれてるんだから自分が守るべき対象としてはエリスや、シルフィーであったという気持ちっていうのは、視聴者としてはねバリバリにわかるんだけど、でもその苛立ちの部分も分かってしまうという、形で、結構ねやっぱりパウロに対する心理状態とかですね、裏側をですね深く深くまで、掘り下げてる方がすごく多くて、納得させられましたね。はい、で、特にこう絶望的な、状態っていうところが、よく分かったと思いました。パウロの話からもですね、おそらくどん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 死体が増えていったと思うんですよ。その1年半、もですねずっと待っていてですね、はい、うちの猫が今ご飯を待ってるんでね、ちょっと要求してますけどちょっと後にしてね、はい、お話してるからね、ずっとずっとね、待っていてで、後になればなるほどですね、多分死亡率が上がったんだろうなっていうコメントとかもあって、多分飲んだくれていたのってそのもしかしたら子供がその奴隷になってるかもしれないって情報を得てですね、で、あ、奴隷になってるってことは生きてるっていうことや、助ければですね、もしかしたらそれは愛者かもしれないってね、結局ずっと捜索してるけど何の情報も入ってこないね、そして、ルディからの連絡もない、多分生きてるだろうね、力になってくれるだろう、ルディからの連絡も全然ない、どういうことなんだろうね、家族助けなあかんけどどん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 死体が増えていくっていう状態で、もしかしたらその最後に一人残ったのが、愛者かもしれないみたいな気持ちで、もしかしたらルディかもしれないみたいな気持ちで、助けに行ったのが、まあ、自分の子供ではないソマルボーだったという、形でですね、でまあそのそれ自体は、村の人がですね、助かったこと自体は喜ばしいことだけど、でも結局自分は一番大事な、ね、最小単位である家族を全然、助けることができてない形で、お酒を飲んでしまったんじゃないかなというようなところも、結構読み取れる部分なんですよね。うん、そう、そして全然情報が入っていないっていうことは、すがっていたのは何かっていうとルディにすがっていた部分があるんでしょう。はい、情報がないっていうことは情報を簡単には、出せないところまでルディがですね捜索を進めて、くれているんじゃないかね、それこそ実際マタイ陸にはいたっていうことにはなってるので半分当たってはいるんですが、そんな感じで、ルディならもしかしたらですね見えないところで、すでに家族をね捕まえてくれているんじゃないかっていうね希望があったんだけど、でもザントポートに寄ってるはずなのに連絡がない、連絡が俺のところにね俺に直接会いに来るまでルディの連絡がなかったってことは、それは、息子はおそらく何も把握しない状態でここまで来てしまったんだろうっていうところが半分ぐらいね読み取れる部分なんですよね。で、だからこその失望感と絶望感に、ね、つながってくるっていうところでですね、なんかそっか最後の希望みたいな感じだったのかなというふうにね取るとですね、なかなかにね、思えるところがあります。特にですね、まあそのパウロ自体はその、まあ、ノルムを守りながらっていうところでノルムだけは絶対に守らなきゃいけないっていう状況の、中でですねある意味制限付きで行動している部分も、ありますので、そういう意味ではより辛い、状況の立場だったのかなと思われます。そして、おそらくそれを分かってるからこそ、ノルムはパウロの気持ちを汲んでるしパウロのことを助けようと、動いたんじゃないかなというふうに思われると、やはりこの辺りも胸が痛くなる、そういう描写だったんじゃないかなというふうには思いました。はい、そんなわけで、まあ、パウロに関しての考察はいろいろ集まってはいたんですが、おそらく次回パウロの視点みたいなのもある程度ちょっとね語られるのかなというふうに、思いますので、その辺をね、少しあの期待して、見ていくのはありなんじゃないかなというふうにちょっと思ったりはしました。
はい、すなわちですね、パウロが一体どういう心境だったのかってね、どういう絶望を、乗り越えてきていたのかっていう、この1年半かなり苦しんでいたと思うんですよね。はい、そういう辛い状態がどんなんだったのか、そしてですね、ノルンはどんな思いで、いたんだろうか、パウロを守らないととずっと思っていたノルンはどういう心境だったんだろうかね。そしてなんでこの女の人はこんな格好をさせられていたんだろうかみたいな、そんな感じのことがですね、明らかになるんじゃないかということですね、期待していきたいというふうに思います。はい、そんな感じでパウロ側に関しては次回まではね、待つぐらいにはですね、待つ余地はあるよねと、思える形だったと思います。でですね、結構コメントの方で、あったのが、やっぱり2者の対比みたいに書かれている部分と、そしてやっぱり親子だよねって思えるような、そういったところをですね、指摘する声は非常に多かったと思います。で、言ったらこう3話との対比であるっていうところとか、両方とも今回も3話もソマール坊が関わってきてるんでね、はい、ソマール坊がキーパーソンなのかもしれませんが、はい、11話のその伝言版の時の、パウロのね、描写とですね、その時の裏側でルディたちが楽しそうに旅をしている描写の対比なんかにも、なっていましたし、この辺に加えて関しては、17話を待った方がいい部分もありますので、やや踏み込んだ話をしすぎてしまう可能性はあるかなと思うんですけど、一応ちょっとね、話をしてみたいと思います。まずはですね、今回は、パウロがですね、言ったらこうルディ側を煽る形でですね、喧嘩を売っていって、ね、そして売り言葉に買い言葉でルディが応じたら、暴力を振るというね、最悪の流れにはなっていたんですけど、この構造って、そのルディがやや親の方を煽ってですね、叩かれた3話のね、描写につながってくる部分にはなってきますよね。はい。その上で、パウロはですね、息子のことを信じれなかったことを、嘆いています。で逆に今回はですね、信じてですね、過度に期待しすぎたことをですね、が悲劇につながっているという、そういう形にはなっていますので、この辺はつまり3話を思い返してみれば、なんとなくパウロの心境が分かったりする部分になってくるかなと思われますね。はい。そしてですね、今回のそのパウロに関しては、なんだかんだでノルンがそのパウロを守るっていう感じで立ちはだかってくれますし、ルディが落ち込んでいるところを見るとそれをついていたアリスが立ち上がってくれるというね、そういう形になります。はい。お父さんをいじめないでっていうのとぶっ殺してやるわっていうのはちょっと違うと思うんですけど、はい。とはいえですね、なんかこういうあたりはそのパウロも、ルディもですね、なんとなくね親子のね、似ているね、系列を感じられなくはないというね感じになります。はい。そしてですね、お互いはですね、相手に対して、結構な期待を持っていたことが、ありますし、その上での悲劇だったと、取れると思います。ルディはですね、そのしっかりと、大陸から、自分の力でエリスを守りながらね、帰ってきたことを多分パウロに認めてもらいたいという気持ちは当然あったでしょう。よく帰ってきたな、生きててくれて何よりだってね、喜んでもらえるだろうと、そういうところを期待していた部分が、あるでしょうし、パウロに関してはもう先ほどの述べたようにですね、もう自分ができることはもう限られてるし、情報は集まってこないし、ルディの頼りがないことだけが最後の希望だったのかもしれないというふうに思うと、期待によるですね、お互いのすれ違いにはなってきます。そんなわけで、お互いそのどういう心境やったかっていうのを最初に話さずにね、お互いの気持ちだけをぶつける形になってしまったので、かなりね、最悪の再会にはなってしまったんだけど、気持ちとしてはこれはねすれ違い描写になっていて、例えばこれはそんなに悪いすれ違いっていうか悪い期待ではないと思うんですよね。ルディは多分パウロに一人前として認められたいと思っていたと思いますし、実際パウロの過度な期待っていうのはルディが望んでいたものに結構近いと思うんですよ。すなわち、ルーデウスのことを一人前としてね、認めているからこその伝言だし、認めているからこその期待になってきますので、これはそもそもルディが欲しかったものなんですよね。
まあ、大陸編においてルイジェルドにですね、まあ、一人前の、まあ、選手として、認められたことで、ルディはやはりとても、嬉しそうに誇らしげにしていましたので、はい、そういったところで、まあ、ある意味ルイジェルドの方がお父さんっぽくなっちゃってるんですけど、でそういう意味で言うとやっぱりちょっと切なく、思えるようなところだけど、本当はつまりボタンがかけ間違えなければルディはそのパウロからの期待っていうものはルディの望んだものになっていたと思うんですよ。で実際今回のそのパウロのルディに対する叱責って結構大事なポイントになってて、すごく例えなんですけど、はい、ちょっとねごめんね話してるんでね、例えばアイシャが魔大陸のどこかでその亡くなっていた場合ってルディは自分のことを責めると思うんだけど、これ本当に例えですよ、思うんだけど、でもその周りはルディのことなかなか責められないと思うんですよ。例えばアイシャが飛ばされてルディが魔大陸通ってる町のどこかで、その時点ではアイシャってまだ例えば奴隷みたいな形で、もしくは誰かに保護されているっていう形になってたんだけど、ルディが通り過ぎてしまったがゆえにその後に死んでしまったみたいなことがあると、ルディはめっちゃ自分のことを責めるけど、でも多分エリスもルイジェルドも自分を責めるなって言っちゃうと思うんですよ。でもそこは叱ってくれるのは多分パウロだけだろうなと思って、でそこをやっぱり叱ってくれることによってちょっと救われる部分も、あると思うんですよね。はい、そういう部分があるというふうに思うと、そこまで自分のことに過度な期待をかけてもらえたことっていうのは本来ならルディにとってはね、ある意味本望な、部分にはなってるんですよね。はい、そう、いやこれはあくまでも例えなんですけどね。はい、だったら状況としてはそのアイシャが一人で、まあ、大陸でね、にいる可能性も、あるわけですよ。あれ、そういえばなんか誰かが子供がいるんだみたいなことを言っていたような気が、のこパラ、いや、ん、まあそんな冗談をね、置いておいてですね、はい、そんな感じですね。お互いそのすれ違いはあったんだけど、でもじゃあこれでパウロとはもうこれまでだってなるかっていうとならないですよね。だって家族を助けたいという気持ちはルディにもパウロにもあるわけですから、はい、そんなわけでですね、まあこれは新しい関係性を結ぶための一つのイベントとしてね、見ればまだまだその今まですれ違っていた、ちょっといびつな形になっていた親子関係をですね、作り直す、そういうきっかけになるんじゃないかなというふうに思いまして、これはまあ次回、期待する形になるんじゃないかなと、そんな感じのことを思いました。はい、そんなわけでですね、まあ皆さんの、コメントとかね感想考察を含めてですね踏まえて、改めてね、見返しながら見ていったんですけど、やはりまあ基本的にはですよ、基本的にはやっぱりこれはそのルディとパウロのねすれ違いっていうね、いうところ、お互いに非はある形でのすれ違いで、基本的には両方とも魔力災害の被害者であるという、そういうこうポジションは個人的にはね変わらないんですが、ともあれその上で、まあ自分のまあ僕のね、意見でしかないんですが、何か悪いところがあったんじゃないかなというふうに考えた時にですね、まずそのロジック的な言い分だけ言うなら、まあ悪いのはまあパウロだとは思いますよね。うん、でこれなんでかっていうと、そうですね、パウロと、ルディの言い合いにはなってるんだけど、これその言い分的にはルーデウスの方が言い分は正しいんですよ。パウロはつけてるのは形としてイチャモンなので。うん、で、だって2人の間で、ね、どういう約束が交わされていたかっていうのをちょっと思い出してほしいんですけど、これちゃんと今回のね、話の中で書いてるんですよ。手紙をルディが出す時にですね、よし手紙を出そうってね、こんな時だからね、こういう状況だからパウロも許してくれるだろうみたいなことを言ってるわけですよ。そう、ルディに課されている条件っていうか、ルディが守らなければいけないっていうことでパウロに押し付けられたルールがあるわけですよ。5年経つまで、
まあ、家族との連絡はしてはいけないってね、手紙もしてはいけない、会ってはいけないっていうルールをパウロに課されてしまってるわけなんですよ。でルディはその気持ちがそのままあったからこそ、手紙を書くときにワンクッションとして、こういう状況だからまあパウロも手紙書いて許してくれるだろうと、そういう意識だったわけですよね。でこれは話し合ってそうやって決めたんじゃなくて、パウロが押し付けたルールなんですよ、半ば強引にね、暴力的に、そんなわけで、まあ、ルディはそのルールを守っていたというふうに取るとですね、まあ、ロジック的な非は、パウロにあるんじゃないかと、見ていいと思いますね。はい。じゃあ悪いのはパウロかっていうと、そこはちょっと違うかなと思って、なんていうか、そのコメントでも結構あったんですけど、この欄では僕が自分の、意見をかなり話をする形になるんでね、申し訳ないんですけど、話し合いの大切さを感じましたっていうコメントは結構あって、でこれはねまさにその通りだと思うんですね。今回も、ルディと、まあ、パウロって、まあ、一言足りないというか、お互いの気持ちや状況を話さずにね、すれ違ってしまってますので、足りないっていう形にはなってるんですけど、でもじゃあ話し合いをしていれば大丈夫やったのかっていうと、そうでもないと思うんですよ。で、すなわち話し合いの大切さっていうのはもちろんあるんだけど、無職転生の今回16話に関してはその逆のことも示唆してるんじゃないかなと、その逆の意味も意味されてるんじゃないかなというふうに思ったんですよ。すなわちですね、話し合いをしたらお互いの納得のいく答えを出せてきたのかこの親子はっていうふうに思うと、そうじゃないんですね。ルディとパウロって、ルディの方が明らかに口が達者で、あるがゆえに、そしてですね、まあ、前世のな記憶もあるがゆえにですね、話し合いとか口論になった時に多分絶対にルディが上を取ってきたんですよ、今まで常にね。でそういう経験がずっとずっと積み重なってきた場合って、それはもうパウロ的には自分の方向性としては、本当はお互いの気持ちをそのやった上でお互いが尊重して納得のいく答えにたどり着ければいいんだけど、ルディとパウロって話し合いによってそういう場所にたどり着けたことがほとんどなかったわけですよ。でそのいわゆるその論破してはいけない、友達や家族を論破してはいけない問題じゃないんですけど、ルディって多分その相手の気持ちを気にせずに自分の意見を突き通すというスタイルをパウロに対してはしてきてしまってたのかなと、思いまして、でそういう人って例えば友達間で言うと言ってることは正しいんやけど、まあ相手の間違いばかりを、ね、指摘してしまうので、友達から若干仲間外れ気味にされたりっていうの、分かりますかね。ね、自分も若干そういう子供では、そういう気味の子供やったんでね、よく分かるんですけど、つまり話し合いっていう手段をした時点でパウロの意見は通らないんですよ多分。でだからこそベストと思ったのが力ずくで、ルールを課すっていうことになってきたので、これをまあルディがですね、いいこぶって、パウロのことを論破せずにですね、ある程度パウロの気持ちも汲んだ上での、話し合いの仕方みたいなことができていれば、ですね、まあなんていうかこういう形にはならなかった、こういう歪みにはならなかったというふうに思える部分なんですよね。これはなかなかね非常に難しいんですけど、なぜこれが起きてるかっていうと、ルディに、の中にですね、言ったらこうですね、ずっと、親との関係を失敗し続けてきた、そういうまあ34歳5歳、の前世の男がね入ってるからだっていうことで、すなわちですね、何が悪いのかっていうと、その転生したことによる歪みなんですよ、これって発生したのは。そう、中に入ってる男っていうのは、まあ、34年か5年間ずっと両親との関係をちゃんと向き合ってこずに、まあ、世話してくれていた両親に対するですね、筋の通し方もですね、感謝の仕方っていうのも、間違ったまま最後まで生きてしまった男だったわけですよ。だから、まあ、ルディもですね、父親を父親として尊敬するというよりは、まあ、剣の腕は立つからっていうところやとかですね、部分的にはそうなんだけど、やっぱり上から目線でそのパウロのことを見てきて、しまっていた部分ですね。はい。これは、前世の男自体の持ってる、課題なわけですから、そういう意味では、前世の記憶を引き継いで持ってきてしまった人間が
転生したことによって生まれた歪みなんですよ。すなわち、無職の男が転生したことによって生まれた歪みが今回の話につながってきたという、形になりまして、そう、親への感謝とか親の関係性に対してその振り返ったり見直す機会は、ルディの中にはたくさんあったんですよ。それは、すれ違ったままですね、終わってしまったルイジェルドであったり、ロキシーの里にたどり着いた時に、なんでロカリーがわざわざ、ルディのところに挨拶まで来たのか、はい、ロキシーのことをですね、お父さんもお母さんもものすごく心配、していたし、多分大切な、お金とか武器とかもですね、ルディに渡してくれたっていうのはどういうことなのかっていうと、まあ、娘に対する思いなわけですよ。そんなわけで両親の思いっていうものにルディが気づくためのピースっていうのはとにかくたくさんたくさんあったんだけど、そこは、前世の男からずっと、まあ、持ち続けているルディの、ね、課題として、残ってきたものが今回の、ね、すれ違いとして、出てきたっていうところで、まさにこの話っていうのは無職転生ゆえの歪みすれ違いだったんだなっていうふうに思うと、今回のその作品感というか今回の事件っていうのは、まあ、単純な話違いのすれ違いではなくて、無職が転生したことにより歪みが、まあ、ある意味ものすごく顕著に現れた、そういう回というふうに、取ることができるんじゃないかなというふうには思いました。そんなわけですね、まあ、人神が言ったことを真に受けるんやとすると、まあ、無職を転生させた、まあ、竜神が悪いという形には、なるんじゃないかなというふうには思いましたので、はい、つまり、まあ、悪いのは何かっていうと、悪いのは転生であり、まあ、人神の言葉を真に受けるなら、まあ、竜神、ということになるのかなと思います。まあまあ、この絵だとギースが若干こう悪いやつみたいになっちゃうんですけど、はい、いやギースも悪いんかな、なんかギースイコール人神みたいなコメントとかも、あったんですけどね、いやいやまさかねってね、そういう形にはなりますが、そんな感じですね。そう、今回のその話っていうのはまさに無職が転生したことによる、歪みっていうところがここに来てですね、まあ、積み重ねてきて、帰ってきたというところに、なってきます。でやっぱりそうやって、見ていくとですね、はい、ちょっと見てみましょう。パウロと、ルディが話し合っていた、この場所なんですけど、後ろ側に映ってるのって何かの紋章ですよね。でこれの意味は僕は分からないんですけど、この構造的に、まあ、剣がね、こう書かれてるんだけど、つまり、ルディが楽しそうに話している、言葉一つ一つが、まあ、パウロにですね、パウロの心にぐさぐさと突き刺さっていたことがすごくよく、分かるわけですよ。ルディはそこに気づける要素は、たくさんあったんだけど、ぐさぐさと突き刺さっていた、言い分としてはパウロの方が悪いと思うんだけど、でもそれはそのパウロっていう父親とルディっていうね、まあ言ったら、子供ができた時に、まあ、その関係性がどんどんね、まあ、2人の関係性が進んでいく中においては必然的なすれ違いだったのかなっていうふうに思われてですね、はい、まあ、パウロの方にも感情移入できてしまう形で、まさに今回こそが無職転生だったんじゃないかというふうには思われます。ルディがどこまで自分の課題に気づけるかっていうのはまだわからないんですけど、でもそういうふうに見るとですね、やっぱり次回に期待できるんじゃないかなというふうには思います。この辺含めてね、次回を見ていけたら嬉しいかなというふうに思います。はい、そんなわけで、まあ、今回、まあまあなんかそれっぽいタイトルにはさせてもらったんですけど、今回何が悪いのかっていうと、まあ、一番悪いのはその無職が転生した、転生の部分によって、歪みが生まれたというふうに、取ると、なかなか作品全体としても、キーポイントとなる、そういう話になるんじゃないかな、16話17話はそういう話になるんじゃないかなというふうに思いました。あくまでもアニメ視点というのは、ね、妄想にはな妄想でしかないんですけど、そういう形にはなります。お付き合いありがとうございました。はい、そんなわけですね、今回ですね、まあまあその皆さんのコメントを踏まえての動画っていうのはちょっとね初めてなんですけど、出してみました。いかがだったでしょうか。特にまあなんていうかいろんな意見出てますとか、その賛否両論ありますみたいな、そういうその歌い文句って僕は基本的に、使わないようにはしていて、でそれはその賛否両論ってなんかこういう言葉とかってこういたずらにその人の感情を揺さぶってしまって、
その作品自体に対する目を曇らせてしまう可能性があって、僕はそういうことをあんまりこううまく使えないんですよね。はい、うまく使われてる方はねすごいなと思うんですけど、そんなわけで、なかなかこういろんな意見がありますっていう前提の動画って出しにくいんやけど、ただですね、その今回まあソースとしては自分の動画についたコメントの話、YouTube とニコニコの方で動画出させてもらってるんですけど、のみでね、ここまで結構ね、まとまって話ができたっていうのは、やっぱりこうコメントの皆さんのねコメントのおかげだなというふうに思って、ありがとうございました。特にね、その原作のあるそのアニメってなかなかそのコメントの扱いが難しくてね、まあ、今回もまあ部分的にこうネタバレ的なのをね踏んでしまう可能性だとかね、逆にこうもっとメタな視点でね物事を見てしまうっていう、トラップとかもあったりはしたと思うんですけど、それでも、なんとなく自分的にはこういう動画もいいんじゃないかなっていう、ね、形にできたのはね、本当に皆さんのおかげですし、あ、そっか、やっぱりこれは無職が転生したから起きた歪みなんだっていうところまで自分が思い痛めて至れてですね、なんか考えがちょっとねより深まったのは皆さんのコメントの、おかげかなというふうに思ってですね、はい、本当にありがとうございました。今後ともね、お付き合いいただければ嬉しいかなというふうに思います。あとですね、まあこんな感じの動画今回出してみたんですけど、どうだったでしょうか。ご意見またねいただければ嬉しいかなというふうに思いますし、はい、あとまあ僕はまあこれからもアニメ視点で話をしていきますので、ネタバレの可能性のある、ね、コメントなどに関しては、4行以上改行してですね、そのままネタバレがね、踏まないような形で、コメントいただけると、嬉しいかなというふうに思います。まあ他にもね、自分の、夢中になってる、ね、作品の動画とかをね感想動画を出したりだとか、毎週のね、いろんなアニメについて振り返ったりなんかもしてますので、またねどこかでご一緒いただければ嬉しいかなというふうに思います。それではご視聴ありがとうございました。遠山徹でした。失礼します。